あれだよな、明日バス釣りしますんで、どうだな、琴カスあたりでやっちゃうかな。琴カス、四国のラージはね、口をね、スーッちょっと東海地方のとか琵琶湖とのバスとちょっと違って、サムラーズとかそういうハードプラグ投げた時にスーッと来て、ラージがねスーッと来て、口をクッパーッと広げて、クッパーッと広げるんですね。ラージは、四国のラージは口をねクッパーッと広げて、パックリ加え込むわけ。明日釣れると思うわ、間違いなく。あ、どうもこんばんは。菊池さん、どうもこんにちは。バス釣り今日ちょっとやっていくんですけど、菊池さんとしてはどうですか、今日のコンディション的な。今日久しぶりなもんだよね。何年ぶりですか。10年ぶりだね。10年ぶりやばいですね、菊池さん。10年ぶりのブラス。さすがやっぱりバス釣りの鬼と言われた。10年前はすごかったよ。10年前、10年ぶり。今日10年ぶりですか。やばいですね、あなた。釣れます？高校時代はね。はい。高校時代は結構釣り。あ、結構いいタックルボックスあるじゃないですか。これ10年前のまま。10年前のまま。開けたらこの状態だったわ。おすすめルアーはこの状況から見て。ちょっとこの。菊池さんとしては、どうですか？このスカートがもうちょっと溶けてやって。溶けてる。ちょっとベタベタするね、これ。ベタベタする。溶けちゃってて。うん。ちょっと、これ。錆びてるな。錆びてる。これ、これでやるんすか。錆びてるけど、俺の貸しましょうか。あ、新しいのあるじゃん。俺の貸しましょうか。あ、ある、新しいのが。なるべく針小さいやつじゃないとこう擦れてるからね、多分。あ、擦れてます、ここ。来たことないけど。ここ来たことない。擦れてそうな感じがするから、ね。あー、やばいですね。はい、じゃあちょっと今日はね、菊池さんと一緒に化け物、これやっぱ四国のラージはやばいですよね。四国の場合、35を超えたら化け物って言うから。あ、そうなの。35を超えて化け物。引きが違うの。引きが違う。やっぱり四国のラージは警戒心強いですからね。俺の、関東とか、東海とかのバスは釣りやすいんですよ。あ、でもね、うん。なんか、70オーバーとか釣れてるらしいでしょ。本当言うたら。何？70オーバー。70オーバーが釣れている。そんなんいない。知らん。本当ね、70オーバー。70オーバーここいます？70って言うの、70。いや、ここにはいない。ここにはいない。で、今日ちょっととりあえず坊主っていうのはみっともないんで釣りましょうか。四国のラージはやばいですからね。ああいうウィードとかどうですか、あの辺の。ウィード。うん、ラインの縛り方忘れたわ。ラインの縛り方忘れた。適当に結べばいいんですよ。適当に結べばいいんだよ、お前。あれだろ、何やるの今日、ワーム？一番得意のワームやね。一番得意のワーム、脳進化。いや、脳進化のワーム。ガンダムがあるの、ガンダム。ガンダム。ガンダムつけるのが一番いい。あ、ガンダムつける、ドロップショット。それドロップショットって。ドロップショット。了解了解、じゃあ今からやっていきます。自分はね、こちらの伝説の竿とセットで、こちらサムラーズですね。コトカス。うん。コトカスとかね、チャンク、これサムラーズ、これで入れちゃえばの入れ食いになる。ここのね、擦れてるけどね、この四国のラージ今から仕留めますよ。本気で本気で刈り取りに行きますよ、四国のラージ。これ菊池さんおすすめの伝説のスライダーワームですか。これ、これが一番釣れる。これが一番釣れる。これが一番釣れる。伝説のスライダーワーム、これは今売ってないですからね。これ売ってないの。俺は見たことないね、中古屋さんに。スライダーワームね、4インチのこの。自分もこれしか使ってなかったですね。お、懐かしい。このグレーが一番釣れるの。ちょっと2個ちょうだい。ちょうだい。いいもらっていい、後で。いい。これ懐かしいね。これ僕も使ってました、菊池さん。これめっちゃ釣れる。これ釣れる。この、これが釣れる。四国のはこれが釣れますか。これ釣れるね。これをどういうふうにやるんですかね。これ、根がかりのないようにこう、うん、最新のこの、うん、針掛け。そう。これでフッキング。あ、また脳進化ですか、お得意の。だからガンダムつけるんだって。あ、ガンダムつける。え、なんか脳進化じゃなかった前ん前行った時。いや、ガンダムつけない、飛ばないから。あ、なるほどね。飛ばないから。飛距離も考えてガンダムつけて5メートルぐらいしか飛ばないから。ほんとこんな感じ。これ菊池さんですよね。
やばいっすよこの人。四国で有名なアングラですからね。まあ鈴木がちょっと負けないでしょ。一時期プロも目指してなかったですか。プロ目指しとったね。20年ぐらい前にプロになるっつって。あの頃プロ少なかったからね、まだね。ああ。フロリダバス釣りに行こうと思ってたもんね。フロリダバスよ、本当。だいぶやばいっすね、菊池さんもねえ。今日釣れますかね、菊池さん。釣れる釣れる。じゃあちょっと菊池さんをね、自分もやりますけど、菊池さんを追いかけてます。皆さん全部見てくださいよ、彼の攻め方を。これがバス釣りですよ。これ四国でおそらく一番うまいんじゃないかな、この人。あの足使いね。いるのかな、ないよ。俺初めて来たんだよ、ここ。ねえ、菊池さん、ここいるのかな。釣ったことないですか、ここで。よく釣れるって言ってなかった、さっき。釣ったことないの、ここで。あ、釣り人はしょっちゅういるから釣れるだろうと。適当ですね、結構。あ、じゃあ僕もやってきます。バス、バス、反応ありました。反応はないけどね。追いかけてきてた。小バス、小バス。じゃあバス折るね、ここ。頼むわ、じゃあ釣って早く。折るのは確実でいます。やってくださいよ。これ菊池さん結構うまいですからね。菊池は歩いてますね。釣れそうですか。釣れるでしょ。釣れますか、うん、坊主だったことはないですか。 100% 釣れる。 100% 釣れるね。さすがですね。これがね、釣り人ですよ、皆さん。じっくり見てください、菊池さんのこの釣り師としての腕を。あ、この辺いいですね。いますね。菊池さん、ここいますか。ここから。菊池。来た？はい、私今約30分ね、菊池さんからと一緒に投げたんですけど、ちょっと反応がないですね。菊池さん、どうですか。どうですか。はい。釣れなくないかな。ここ釣れない。ここ釣れませんか、やっぱり。場所変えます。もうちょっと大きめの声で喋ってもらっていいですか。場所変えませんか。変えますか。見た目にもポイントもないし、なんか。はあ、反応悪いですか、ここは。面白くない。ちょっと釣れなかったらもう面白くない。さすが。じゃあこれ水抜状になってるんですよね、池。おそらく。そうだね。ここの池は。深くなってるんですよね、中央に向かって。やっぱり行ったことあるとこじゃないと難しいわ。あ、ここ初めてだったの。初めて。ちょっとじゃあ、菊さんのおすすめポイントにさ、連れてくださいよ。そば行こう。はい、行きましょう。菊さん、ちょっと渋いですね。ここ、範囲は何ですか、ここの池は。なんでこんな食わないんですか。釣れてる。釣れてる。バスはいるけど釣れてるから絶対食わない。釣れませんか、ここは。時間もちょっとまずかった。時間もまずかった。昼の3時。あ、3時だからね。じゃあ移動しましょう。はい、移動してきました。菊池さん、どうですかね、ここの池は。釣れるんじゃないかな。釣れる。行きますか。釣れるんじゃないかなってね。あれいいね。ベイトフィッシュいるね、あれ。じゃあここでちょっとやってみます。さっきちょっと風にやられたからね。はい。重りをここに、ワームのすぐ上に。はい。これで風に流されないようにしますわ。これ釣れます。これできます。間違いない。間違いない。いけると思う。いけると思う。初めて来たんですか、うん、初めて。これ危なくないかな、これ。こういうとこやっぱり行かないとダメじゃないですか。あ、行った。釣り人の跡があるじゃないですか。ここ行きましょう。そこ豪快にゴーン飛び越えて。どうすかね、菊池さん。草が嫌だわ。この草が嫌。
もう冬かいですか。こうかき分けて行く気になれない。気分悪くなってきました。そこまでじゃないけど、うん、こういうとこに来るのが久しぶりなもんでね。10年ぶり約10年ぶりのバス釣り、うん、ちょっと最近慣れてないからこれひどいな、ここな。行けるいいかも。あ、そこ行ける行ける行けるでしょ。そこから5階に素晴らしい釣り師の目になってますね。かなりやばいですからね。反応どうですか。浅い浅い、水深が浅い。これ釣れない。サイドもいる。じゃあ俺も投げます。コトカス。ちょっと今ね、コトカスでね、サムルアーズで丹念にやっててます。釣りますよ。今回はこのスライダーワームの重りをテキサスリーグですね。それそれテキサスリーグね。さすがっすね、菊池さん。なんかちょっと雰囲気あります。やっぱり最大サイズは何センチですか、ブラックバスの釣った最大サイズ。40、いや50釣った。50、あ、52、50釣ったよ。50ジャスト。50ジャスト、どこで釣ったんですか。ダム、ダムで、広島のダムで50ジャスト。さすが。20年前の記憶。20年前の記憶。ちょっともう曖昧なんで。曖昧なんですか。菊池さん結構ね、あのサイズ大きめ大きめに言う人なんでね、大概40だったら45とかね、そういう人なんで、おそらく多分45ぐらいだったなと思います、この人ね。おい、はい、お前釣れたんかも。いやいや、釣れてないですよ。釣れてない。菊池さん釣れたんですか。釣れるか。バカママですね、相変わらず。バカママですね、あの人。はい、お前下手くそだな、その投げ方。何、下手くそですか、俺。もっと上手く投げ釣りと一緒、お前の投げ方。ダメ、投げ釣りだ。ヘボいか、これヘボい、ヘボい。ベイトがちょっといないかな。ベイトがいないですか。ベイト、うん、小魚いないです。なんだベイトって、お前。何何何、小魚ですよ。フィッシュ、フィッシュ。そう、フィッシュ、フィッシュ。バスのフィッシュ、あの餌になるものです。あ、ベイトね。ベイト、ベイトは見当たんないですかね。いないわ。いない。カエルはいっぱいおるんだけどね。カエルがおるってことはバスもいるってことですか。カエル、バスがおったらカエル全部食べられるんじゃない。ということは、ここバスいませんか。いないかもしれん。ここバスいない。いないかもしれん。ちょ、釣れるとこに連れててくださいよ。俺あんま知らないんだから、この辺。あ、でもこの辺深いからいいかもな。うん、あの辺がいいんじゃない。おら、結構釣れますよ、これね。コトカスですから、サンブルアーズで。いれば食う、絶対に。雲がいいですね。幻想的な感じ、雲。深さがあるから釣れそうですか。釣れそうやな、ここは。うん、リールも安物のやつ使ってますね、この人ね。来た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 、よっしゃ、菊池さん、菊池さん、さすが菊池さん。よっしゃよっしゃよっしゃ、来たね、これ。やった、菊池さん。これブリブリじゃないですか。35 釣ったった。これ10年ぶり10年ぶりのバス釣った。10年ぶり。すごいっすね。 なかなかいい腹してるでしょ、これ。すごいっすね、これ。釣れてないから綺麗だね、これ。バスね、釣れてないですか、このバスは。綺麗。はぁ、これ皆さんじっくり見てください。これがね、四国の化け物。ちょっともっと顔の横にちょっとこうか。化け物ですね。化け物、化け物。釣ってありましたわ。さすが。ちょっとね、あの、蚊来たってとこ取れんかったわ。はぁ、取れんわ。蚊が、綺麗だな。
もうブラックバスさえ持ちたくないんだけど。え、なんで？気持ちが悪い。いやもうなんかこうバスの匂いが嫌。うん。結構臭いでしょバス。うん。はい。やりましたね。さすがですね。食べる？いや食べないです。食べない。食べない。じゃリリースしますね。あ、はい、はい。感動ですね今日。さすが菊池さん。おーリリース。うわーいますねこの池。いるわ。釣れます？化け物おるで。化け物おる。化け物おるでこれ。お前早く釣れや。なんすか釣れないか。笑いすぎでしょ。あれ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 。金笑いすぎ。もうちょっとあの芝居鍛えてきて。下手だから芝居とか練習してもっと。ヘボいから本当にお前。今のところちょっとコトカスサムルアーズにね反応ないですね。あの菊池さんの持ってるあの伝説のスライダーワーム、280円。あの海外輸入品かな分かんないけど。今のサタンワーム並みに激安の。280円のあのワーム、スライダーワームで釣れましたね。菊池さん、あのスライダーワームいつ買ったんですか、あれ。15年前や。15年前に買ったやつ。ああ、やっぱあれが定番ですか。当たり前やないか。すいません。だいぶ機嫌がちょっと悪くなってきましたね、菊池さんね。釣ったるわ、バケモン。釣ります？バケモン釣ったるわ。バケモン釣ったる。俺のパクリじゃないですかそれ。当たり前やないか。コトカス。菊さんまだ今反応ありました。スライダーついてきましたよ。バスがついてきたね。結構でかいやつ。これぐらい。これぐらい20センチぐらいのついてきた。ついてきた。はあ。スライダーもやっぱすごいっすね。ちょっと動きがおかしくなった。ついてきたから。ああ、なるほど。やっぱあの色面もいいわけですかこれは。この見えそうで見えなさそうで実は目立ってるっていうこの絶妙のカラーがね、うん、これがいいんですか。これがいいの。ちょっと反応なくなってきましたね。そうやな。あそこの流れ込み行きますか。あそこのちょっと流れ込みの栗くんどこ。ここは絶対釣れる。釣れる。絶対に釣れる。ちょっとこの流れ込みをね、ちょっと今自分コトカスずっとサムラー投げてるんですけど全然釣れなくて、唯一あの菊池さんのねスライダーワームに1匹来たんですけど、自分ちょっとサムライズにこだわって今回ねこれでやってきますけど、そこ流れ込みね、ああいいとこやんないといけない。はよついてこいや。反応どうですか。今投げたばっかや。菊さんベイトいました。ベイトおったね。なんですかねベイトいたのは。バスの子供。バスの子供。バスの子供。ブルーギルとかそういうのじゃなく。あれはブルーギルじゃないと思うけど。じゃあこの子はあのバスがバスを食う生態系になってるんですかね。それもあるね。それもある。これ見て、バス似とるやろこれ。え、何が。スライダーワームや。ワーム似とるかな。似とる。似てないか。わからんけど。いや、まあ、似てないかもしれんけど、うん、水の中ではバスから見たらバスの子供に見える。ああ、そういうイメージで。イメージ。ゆっくりゆっくり巻く感じですか。最近はちょっと早く巻くことにした。あ、以前はゆっくり。うん。20年前はね。最近は早め早めに。最近って言ったら10年前の話だけど。10年前はから早く巻くようになった。ちょっとせっかちになってきたから。ああ、年齢とともですか。昔はもう、ゆっくり巻きよった。はあ。その時釣れました。その時も釣れたね。あ、それ今ちょっと早め巻き。早めでもまあ釣れること分かったから。ああ、なるほどね。例えばね、ついにサムルアーズ、ずっとね、今40分ぐらい投げたかな。ようやく今そこでね、バクってバレたんだけど、魚体がガーッと見て33か30ちょいぐらいのが、その浅瀬で今思いっきり来ましたね、サムルアーズついに。ずっと反応なかったから、もうサムルアーズダメかなと思ったの。今来たね、ようやく。ただ食いが甘くてブリッてバレた。しょぼい。で菊池さんはあの辺でね、一生懸命やってます。やっぱサムルアーズ釣れるわ。結構いい方だったわ。やっぱ四国のラージはやばいからね、なかなか釣れないわ。はい、まだずっと投げ続けてるんですけど、ちょっと反応がないですね。一回だけバイトあったんだけど。菊さんどうですか。
これからやね。今からですか。見て、うん、これからこの夕暮れの時間帯から考えて、今が一番釣れる時間やね。今が釣れる、今が一番釣れる。キクさん、これは何ですか。これ、うん、これゲイリー山本。ゲイリー山本、ゲイリー山本なんていうワームですか。これフラグラブとかってやつじゃなかったっけ。釣れますね、これは。これでちょっと落とし込んで攻めて、落とし込みで活性上がってきてますね、さっきから。活性上がってますね。あのバスがパンパン跳ねてるもんね。あの跳ねバス狙いますよ。跳ねバス来い。一匹釣れたんであれですけど、もう一匹釣れるといいですね。あと3匹は釣りたいね。あと3匹は釣りたい、うん。今夕方4時半ぐらいですかね。5時過ぎたね。5時過ぎた。5時まで行ってないか。うん。この空。もう一匹ちょっと釣りたいな。自分もね、ずっと投げてってますんでね、コトカスを、サンウルアーズをね。釣れると思うよ、あの子。いや、一回加えたんだから。一回だけ。思いっきり惜しかった。でもその後投げても反応がないんだよ、ずっと投げ続けてるのに。俺も全然ないよ。あの一匹だけやな、とりあえず。そこは逃さずにね。うん、もう一匹釣って、10年ぶりの当たりを、うん、逃さずにバシッ感動した。感動した10年ぶり。嬉しかった。10年ぶりは嬉しいよね。嬉しい。菊池さん投げてますね。10年ぶりだそうです。釣りやってんの、バス釣り。あるかな、映ってる、そこ、これ見えてるかな、そこに。うわ、今パシャ、今バス来て、今バス跳ねたけど、そこにね、虫が浮いてるんですよ。見えるかな、ここ、これね、本物の虫ですよ。何これ、大きさは3センチか4センチぐらいの、なんとか虫が自動で落ちてんですね。だからさっきからいきなり1匹だけで40オーバーがバーンって水中に跳ねたりしてるんですよ。こういう虫が自然に落ちるんですね、こうやって。であれ、虫があれ見える、指動かしてるでしょ、足。あれね、あれで、うわーって水の中落ちちゃったって感じで、どうしようってやってる。あそこにバスがばっくり飛び出していくんですね。だから今でも虫パターンがすごく通用するんですよ。ああいう自然の落ちた虫、あれを四国のラージは見て、あの波紋感じて近寄ってきてバシャーって食ったりしてね。だから時折バーン跳ねるんですよ、化け物。でコトガス、コトガスじゃない、サムラーズ、ちょっと今日反応弱い。でもここの擦れてんのかしらなくて、なかなか釣れないわ、うん。ただバスは結構いる。一匹でかいの真似た、ほら、今また今言うまずいで、今バシャーって言ったね。バシャーって言ったでしょ。ああいうのは落ちた虫とか食べてるんですよ、捕食してるんですよね、うん。これがね、バス釣り、四国のラージです。今向こうでかなりでかいの跳ねましたね。化け物跳ねたな。かなりでかかったな、今の。おるな。今化け物跳ねたんだけど、見えたんだけど、ちょっとカメラに入ってないけど、うわ、でかいな、今の。ボッシャーだった。結局、この今、夕間詰めで、ああいう捕食活動、そういう時間帯入ってるんです。ちょっとね、サムルアーズ、徹底的に攻めていきます。はい、にしても空綺麗ですね。散々ずっと投げてるんですけど、なんか全然釣れません。とりあえず、もう一匹釣りたいですね、もう一匹ね。最悪、ついにサムルアーズ、あの黒のコトカスじゃねえ。あれ、黒いやつ、サムラーズ、サムラーズ、サミング70っていうやつかな、切れた。うわー、切れちゃったな、もったいないな、1500円が、一撃で。うわー、切れた、1500円もするルアーが。切れた、うん、あの糸がやっとって、投げた瞬間にブーンぶっ飛んでた。1500円が。もったいないな、一撃で。
いや、琵琶湖で散々投げたから、1日投げたからね。ちょっと糸がラインが弱っとったんかも。ちょっと菊池さんのやつ借りようかな。ちょっとなんかちょうだい1個、針と。何がいいかな。釣れる？10年ぶりに見て自分のワームコレクションがいっぱいあってびっくりした。本当、カスタムバイト、これなんだろう。これなんだろう。これちょっともらおうかな、1個。ああ、これあなたの中で最新、はい、ちょっと何があるか見させてもらおう。テクモプロなんとか PDI ゲリアモトガレージ、何これ。日本の釣り場と一緒に作りました競技専用モデル、ウルトラソフトメガバス。これ釣れそうだな。でこういういろんなピーナッツとかあるかな。こんなんもある。このワームが古いですからね、彼の前10年前から時間が止まってる。これ前20年以上前からのやつもあるんじゃないの。あるね。何これ、見たことない。塩漬けのワーム塩漬けのワーム、豚身。昔あの豚の皮みたいな。ああ、豚皮な。豚皮あれ釣れたことある。ない。あ、菊さん硬すぎて針にかかんなくて。あの豚皮釣れませんか。なんか瓶の中にあなた豚みたいな皮みたいな入れて、あれ釣り方分かんなかった。で、釣れたことないんですよね、あれ。瓶みたいな、バカみたいに買って。針にどうやってかけていいか分かんなくて。豚皮どうやって使うんかも分かんない。結構高くなかった、あれ。高くなかった。なあ、無駄にあんなん買って、全然釣れないっていう。いや、釣れるかなと思ったの。もう、ヘボいね。これからこれですね。伝説のゲイリースライダー。これですよ、これよく売った。280円ですね。セールで280円。これ伝説のよく釣れる。うん、ラメもよくて、スライダーワームね、入れに。これ、これは初めて見たの、これ。なんかお前変なイカ持っとんな。多分、あんま使ってないやつは、釣れないから使ってない。いやいや、釣れるけど使ってない。スライダーワームしか使ってないんでしょ、結局ほとんど。あなたは。困った時にスライダーワーム。あ、これ何これ。ゲイリー山本の透明バージョン。それ俺今使ってるから。あ、今透明バージョン使ってる。あとはジャクソン、スレバスこそサイバーワーム。何これ、サイバーワーム。他にもいっぱいあるね。結構あるね。これはグラブ系のやつかな。お前家にいっぱいあるんじゃないの、ワーム。まだそんなにないと思う。もうそんなにない。100円。これもう100円で買ったよ、お前。え、スライダーワーム？これ人気のない色だから多分安かった。あ、ほんと。これもでも釣れそうじゃん。あれ、お前ワッキーワームあるぞ、伝説の。ある。これだろ、ワッキーワーム。色が悪いけど、これそうかな。これ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 の、うん、その白っぽいやつだよね。そうそうそう。ちょっと待ってよ、これちょっと2個ちょうだい、うん、これやばいわ、これこれこれ。あ、これでもカットされとる、これ。違うな。いや、ちぎれたん、ちぎれたん。いや、これ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 だよ、跳ねた。これ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 ですよ、僕言ってた伝説のワッキーワーム。ワッキーワームに見せられて似たやつ買ったんだ、俺多分。あ、これワッキーワーム。でもこんな感じだったね。ちょっと違う、ちょっと違うかも。ちょっと違うか、これワッキーワームじゃないか多分。これも、うん、ワッキーワームに見せられてこの色で買ったんだと思う。あ、それが釣れたから、うん。全然釣れない。釣れない。結局1匹しか釣れないもんな、釣れたのは。でもバスおるよな、間違いなく。おるおる。おるのに釣れないってどういうことなんだよ。プレッシャーがかかってる。プレッシャーかかってる。シングプレッシャーかかってる。そうか、じゃあちょっともうちょっと粘ろう、うん、今ゴールデンタイムだからね。おう、ちょっとね、これだと思う。これじゃないかな。これほんとそっくりなんだけど、これの色違いの、あのグレーっぽいのがよく釣れた。これワッキーワーム、これもらいました、菊池さんにね。これ3つもらうよ。あ、3つ。これだ。あ、ほんと、ありがとう、もらうわ。菊さん早く釣ってよ。おい、早く釣れよお前。これ結構いい動きするよ、これ。ほんと、菊さんにもらったこの仕掛けでね、いきます。これ釣れるでしょ、これ。日本のスレバスに効く
競技用の伝説のワーム、これ多分釣れるよ。もうバスサッカーめちゃめちゃ跳ねてるからね。ただ本当に食わんね。お互いずっと投げて1回だけバイト、俺は1回だけバイトで、菊池さんが1匹釣った。そのレベル。めっちりやりますわ。警戒心強いね、このバスね。あれ、食った食った、これ食ってないか。警戒心ちょっと強い。バスはとりあえずかなりいる。夕焼けですね。最後に一匹、もう一匹行きたいな。もう一匹釣れて、俺はまだ一匹も釣ってないからね。一匹なんとかして釣れそう。釣れそうにないわ。マッチングベイトがちょっとうまくいってないみたいで。え、なに？マッチングベイト。マッチングベイト、どういうことですか？この池で捕食してる餌をね、うん、うまくつかめてないみたいな。ほんと？別にいいんじゃない？かんな。四国のラージはちょっときついわ。全然食わん。いろいろね、変えて試してるんだけど、いやー厳しいな。ラージが、四国のラージはちょっとやばいわ。普通じゃない。バスいるのに食わない。一匹だけ釣れたけど、でも俺も一回だけバイトがあったけど、サムルアーズで釣れなかったけど、バラしたけど、それ以来全く反応なし。四国のラージはきついな。彼はね、今菊池さんはここに流れ込みがあるんで、あの流れ込みのとこでね、ずっと粘ってグーッとやってるんだけど、釣れてないね。一匹しか。あの一回のバイトのみ。彼はくっそ、もうちょい粘るぞ。もう一匹釣るぞ。よしよっしゃ、もう一匹でいいか。ちょっと釣りたいね。気合でちょっと釣りたいな。警戒心が強いのかな。なんかベイトもいるんだけどね、小魚も。なんかよくわかんない、タナゴかな、わかんないけど。なんか音楽鳴り始めたぞ。田舎特有の、聞いたこともないかな。釣れない。まあでもね、癒し効果は高いかもしれない。真剣ですね、彼。どうですか？あと一息やね。あと一息、もうすぐ釣れます？あ、当たりあった。多分小バスだけど。あ、小バスの当たりがあった。散々投げてますけどね、夕焼けが綺麗なんですけど、ああいうベイトがね、浅瀬には来てます。なんだろうね、これ。ベイトがいますね。菊池さん、あれがどうですか？ベイトが来てるからね。うん、あの後バスが来てる。バスが来てる。あの後小バスのバイトが一回あった、うん、でも釣れない。火星が低い。あ、スライダーは戻したんですか？戻したから。じゃ釣れます？最後にちょっと一匹期待してください。最後に、伝説のスライダーワームで釣ってくださいよ。このね、この角度いいですね。これかなり綺麗な、あの夕焼け。夕焼けっていうのはね、まああれですからね、この夕焼けはもう二度とないですからね。この雲パターンは日々変化しますけど、この絵はね、2014今しか撮れない絵ですよ。この雲っていうのはね、最高の芸術ですね、これね。雲パターン、この雲見てください。あの夕焼けとこのライン、二度と出ないですよ、この絵は。全然出ないんだけど。
バスいっぱいいるっぽいのに、今日ちょっとしょぼいね、ほんとね、釣れないわ、ここ。菊池さん、ちょっともうそろそろお開きじゃないですか。もう暗いっすよ、かなり。俺はほんとは夜の間にでも粘ってやりたいけどね。まだやりますか。まだやりたいんだけど、明日もあるから。明日も行きます。明日もバケモン釣りに。明日こそとっておきの場所行きましょうよ。あるんですか。とっておきの場所がある。明日こそとっておきの。じゃあ行きましょう。そこ。じゃあ今日はこんなもんで。ちょっと反応が弱いっすわ。あの跳ねてる小魚、あれ多分タナゴだよね。なんかブルーギルだったら、ね、もっとブルーギルの親が見えると思うんだけど、うん、なんかタナゴっぽいのがいっぱい湧いとるな。おうん、捕食しとるな。ヘボイからじゃないですか、菊池さん。さあ、あなたヘボいんじゃないですか。また明日頑張りましょう。あ、ありました。魚がおるけど釣れんかったってことはどういうことだろう。腕がないのか。うん。この可能性はあんまりないと思うね。腕はありますか。腕はあるから。あなた腕ありますか。腕はあるけど釣れなかったのはやっぱり場所が悪い。ポイントが悪かったな。ポイントが悪い。まあ今日はちょっととりあえずもう暗いんでね、見えないんでね、足元も。帰りましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした、今日。また。菊池さん、一匹ずつちょっとスイッチ入りましたね。帰ろうって言ってもまた勝手に投げてますね、あの人。もう真っ暗、暗いんですけど。険しかった。険しいとこ来ちゃった。